ターボ C は、ポーランドが開発した C 言語用統合開発環境とコンパイラの名称。1987年に登場し、当時としては先進的な統合開発環境とサイズが小さく、コンパイルが高速な点、マニュアルが充実していて低価格な点などが評価された。1990年5月、ポーランドはターボ C からターボ C へと移行し、 アマチュア向けローエンド製品をターボ C、プロ向けハイエンド製品をボーランド C として2系統に展開した。2006年、ボーランドは一時期使わなくなっていたターボの名称を再び使い始めた。ターボ C バージョン2.0出荷の後1990年にターボ C がリリースされたが、その中にターボ C も同梱された。最初の C コンパイラは、 サンディエゴの企業が開発したもので、純粋な C 用コンバイラーとしては最初の製品の一つであった。次のバージョンから、社内でピーター・クコルが中心となって書き直したことと、主力製品であることを表すためボーランド C と名称を変更した。ターボ C の名称は使われなくなったが、ターボ C プラス3.0が1991年にリリースされた。 このためターボ C には2.0が存在しない。ただし、日本国内では、ボーランド C シリーズが主力製品となった後も、廉価版であるサブセットの製品名として使われ、続けた。また、場合によっては、ボーランド C 等の製品を構成する要素として、同梱されるケースも存在した。このため、マニュアル等の表紙でもターボ C の名称が、併記されるケースも存在した。 2000年に発売されたボーランド C スイートへの同梱された後は2006年まで製品名として使われなかった。2000年、ボーランドはアンティークソフトウェアとなっていたターボ C、ターボ C のいくつかのバージョンをフリーウェアとしてリリースした。ダウンロードは後継のエンバーコデイロテクノロジーズのウェブサイトから行える。ありがとうございます。